ゼックスカイスのコンサートイエローノートフィナールに出演中のカン・ソン・フン。カン・ソン・フンは韓国で活動するアイドル歌手である。ハワイ留学中に体制企画のイホヨン社長にウン・ジュオンと共にスカウトされ、1997年に韓国の第一世代アイドルグループゼックスカイスのメインボーカルとしてデビュー。2000年のグループ解散後はソロ歌手として活動を開始。 計4枚の正規アルバムを発表している。2005年にゲーム開発会社で兵役代替含むをしたが、2007年以降、勤務状況が兵役特例不正と判断され再入体検査を受けた。また2011年以降、金銭退職トラブルにより6件告訴され、うち1件で有罪判決を受けたために芸能活動を自粛。 2016年にゼックスカイスの再結成後、メインボーカルとして芸能界復帰し、活動を再開したが、度重なる金銭トラブル等から2018年12月31日付で、所属事務所との契約を解除、ゼックスカイスメンバーとしての活動も無期限休止を発表した。2016年のソウルファッションウィークにて、ありがとうございます。